Yo. We are finally back. So I actually don't know what is the last thing I did in this game. But yeah, I think I should be able to recall once I start this stuff. Anyway, let's just go continue the story. この子が本当に私はわからない。どうすればどうしたいのか。もういや、誰か助けて。カイ、君も来てたのか。どう？目を覚ました？いや、私は用事があるから。なんだよあいつ、らしくねえ。留守番を任せてすまなかったね、カイ。おっと、これはまたお揃いで、眠り姫のお見舞いかい？ドクター、この子まだ起きないの？君たちがここに運び込んで以来一度もね。外傷も衰弱した様子もないんだが、こんなに幼い少女が単独で密航していたんだ。気力の限界というところだろう。もうしばらくはそっと眠らせておくさ。密航か。以前収容した民間人の一人なのかな。なんだよ、俺はちゃんと乗せた数と下ろした数確認したぞ。民間人を下ろしてからずっとこの子一人で過ごしてたのかしら。それは僕にもわからない。目を覚ますのを待つしか。どちらにせよこの子は艦長の面談という名の尋問を受けることになると思う。尋問？こんな小さな女の子？仕方ねえだろう。艦隊の航行ルートが敵に漏れてたんだ。この子にスパイの疑いをかけるっていうの？大丈夫、尋問には私も立ち会わせてもらう。無体なことはさせないよ。ドクターがそう言うんだったら。ところで機関の調子はどうだい？どうも巡航速度が上がっていないようだが。ダメですね、メインの動力炉が完全に停止しているみたいで。海軍の野郎どもは作戦の続行は無理だって諦めムードだ。たく、だらしのねえ子って。まあそう言ってくれるな。彼らは艦のことをよく知ってる。私もね、同意見だよ。予定通り任務を遂行できるとは思えない。おいおい、ドクター。クレバスから脱出したセンチュリオンは新たな航路に艦首を向けていた。だが、未だメイン動力炉は停止したままで、艦は最大速力の3分の1も出せない状況だ。そんなセンチュリオンの前に海上要塞が迫っていた。 So it's just a big useless ship now. 厚い防御装甲と幾多もの対艦砲を備えた代表洋上の要所の一つである。モーガン艦長は無理を承知で迂回はせず、この海上要塞を越えると決めた。果たして今のセンチュリオンでこの難攻不落の要塞を突破できるのか。突破したとして帝都までたどり着けるのか。戦うための物資は、力は残っているのだろうか。引き返すなら今しかない。みんなの思いは激しく揺れ動いていた。
まずいな、この状態じゃ。こんな速力でやれるのか。新規くせえ奴らだぜ。調子いい時は威勢のいいこと言ってたくせに。よ、いや、ドクターが言っていた通りなんじゃないか。海軍の兵士たちは艦のことも海戦のことも僕らよりずっと理解しているってことだよ。今の艦の状態で戦闘に臨む無謀さを分かってるのよね。なんだよ、お前らまで弱気になってんのか。これまで散々犠牲を出して地獄を味わって何のためにここまで来たんだよ。帝国をぶっ潰す、そのためだろ。もうやるしかねえんだよ。ラズ、実は僕もドクターと同じ考えだったんだ。作戦は無謀で成功する可能性は極めて低い、疑念だらけだと艦長に訴えたこともある。だけど覚悟を決めた。僕はセンチュリオンとみんなと最後まで戦い抜く。この艦を沈ませはしない。必ず帝都へ到達しキグナス作戦を成功させる。これまでの犠牲に報いるためにも。クロード、へっ、上等、やってろぜクロード。だけど艦内に不安が広がってるのは事実よ。こんな士気のままじゃ戦い抜けないわ。弱腰の海軍野郎なんかほっとけばいい。俺たちレンジャーだけでも。いや、そういうわけにはいかないよ。ここは代表よ。僕たちにはない海の知識が絶対に必要になる。みんなで団結しなければ広い海を渡りきることはできないんだ。団結ね、何か策はあるの？一人一人と対話して説得するしかないと思う。帝国を打ち倒す、その思いはみんな同じのはずだから。ち、手間がかかんな。だが仕方ねえか、俺も一肌脱いでやるよ。私も女性兵士に話してみる。女同士の方が通じる話もあるものね。帝都攻略のためにはこの海上要塞を最小限の消耗で突破せねばなりません。 Oh my god, it's gonna be a new type of enemy again. I can already see the reactor on the side of that turret looking thing. 事前の準備が肝要ですね。そのことですが、実は兵士たちの間で動揺が広がっています。現状戦力での海上要塞突破はあまりにも無謀。帝都に到着しても今の戦力でどうなるのかと、ここで撤退すべきなのではという論調です。このまま撤退論が強まれば最悪反乱という事態も起こりうるかと。一般兵の立場からすれば当然の心理です。とはいえ、あの手段のことを皆に伝えるわけにはいきません。はあ、しかしそれ以外に事態を収束する術は。私も一つ情報を持っていましてね。情報？どのような？艦内で撤退に傾く兵士を一人一人説得している者たちがいると。一人一人ですと？決まっているでしょう。いい正体ですよ。あ、少しの間彼にクロード・ウォレスに任せてみましょう。熱情を抱える若者にしか成し得ないこともある。そして老兵にはそれが本物か見極める責務がある。ラズ、
レイリー。ああ、お前か。守備は？ダメね。みんな完全に腰が引けちゃってる。飯がねえのが何だってんだ。草だってカエルだって何でも食えるだろう。状況に応じていろいろな対応ができる陸と関東一連拓殖の海とじゃ考え方も違うんだ。そう頭ごなしじゃ通じる話も通じない。だったら弱腰野郎どもは船から叩き出しゃいいんだよ。これ以上戦力が減れば本当に作戦が立ち行かなくなるぞ。くそ、分かってるよ。帝国を倒すっていう気持ちはみんな同じはずなのに。なんでだよ、なんで伝わんねえんだよ。そうだ、カイは？声をかけたけど上の空でライフルの手入れをしておきたいからって説得作戦への参加は断られたわ。何百人を説得して回るんだ。あの不愛想でもいねえよりはマシなのに。あいつ最近なんかおかしいんだよ。カイも不調か。とにかく私は自分のできることをする。行きましょう、ラス。わかったよ。どうすればいいんだ。クロード、あいつ。何やら暗躍しているかと思えば、もうお手上げか。ミネルヴァ、諦めたわけじゃない。ただなんて言えばいいかわからないんだ。みんなの士気を上げるための、気持ちを一つにするための言葉が。ならば私がその任、変わってやろうか。もしかするとその方がうまくいくかもしれないな。この大バカ者が！もう少し骨のある男だと思っていたが、買いかぶりだったようだな。言葉だと？貴様は確かに弁が立つ。だが私は口だけの男に遅れを取りはしない。貴様がここまで来たのはその頭脳で機転で幾多の苦難を切り抜けたからではないか。正体を勝利へ導いてきたその戦いの一つ一つが言葉より何より雄弁なお前の説得材料だろうが。ミネルヴァ、私ではダメだった。愛を壊滅へと追いやった。また失敗は許さない。行動で示せ。行動でか。そうだな、その通りだ。ありがとうミネルヴァ。頭の中のモヤが晴れた気がするよ。ならば殴った甲斐があった。モヤ、そうだ、モヤだ。なぜ気づかなかったんだ。は？ありがとうミネルヴァ、君のおかげだ。すぐ艦長に愚心してくる。よくわからんが迷いは晴れたか。まったく世話を焼かせてくれる。一体何だってんだよ、こんなところで全員集合って。また陸軍のエリート様が一発演説ぶつんじゃねえのか。おいカイ、そんなところで何してんだ。おい、マジでどうしちまったんだよ。みんな
急な招集すまなかった。これから海上要塞突破作戦の説明をする。まずは僕の話を聞いてくれ。敵要塞の守りの要は高威力の要塞砲、突破にはこの無力化が必須だ。そこで気球を使って要塞の上空から部隊を空挺降下させ、一時的に要塞砲を抑える。その隙を突き、センチュリオンは要塞の正面から強行突破する。なあ、要塞付近は間もなく濃霧に包まれる。それに乗じて要塞に侵入するんだ。霧が出ている間は気流も安定している。視界は悪いが目標地点への降下は難しくない。すでに艦長には愚心し承認を得ている。あとは決行の時刻を待つだけ。承認ってこの作戦の承認ですか？ああ、そうだ。見損ないましたよ。提案した先輩も承認した艦長も。要塞内にろくな装備もないまま降下してどうやって大砲を無力化するんですか？脱出ルートだって確保できない。挙句強行突破なんて。船と要塞の砲撃戦になればたとえ勝っても消耗が大きすぎる。帝都攻略のための戦力を維持するためにはこの方法しかない。面白いじゃねえか、ラズさん。辛気くせえ船にこもりっぱなしで鬱憤が溜まってたんだ。要塞砲だと？上等だ。敵のデカブツをへし折ってやろうじゃねえか。でも共に戦ってくれる者は僕についてきてくれ。詳細を説明する。俺は乗るぜ。ここまで来て引き返すなんざお笑い草だ。俺もだ。センチュリオンに不可能はねえぞ。よし、やってやろう。なかなかいいアシストだったみたいね、ラズ。珍しく褒めたな。How exactly are they gonna drop troops on top of that thing? They don't really have some kind of aerial unit or something. あれが目指す要塞だな。まだモヤは出てねえみたいだが。そろそろだ。あ、見て、北の空が。さすがだな、風のお告げは外れねえ。よし、みんな準備はいいな。行く。待ってください、先輩。マイルズ、本当に行くんですか？こんな無謀な作戦、死にに行くようなものですよ。マイルズ、死ぬのが怖いかい？死ぬことは怖くありません。僕だってここまで来たら覚悟くらい。僕は怖い。え？僕自身の死だけじゃない。仲間や他の誰かが傷つき死ぬことが怖い。だったらどうして？僕が一人じゃないからさ。一人では怖くてできないこともみんなとならやり遂げられる。みんなのため。そう思うと勇気が湧いてくる。勝利をつかむための力になる。僕たちはこれまでもそうやって戦い抜いてきただろう。先輩、行ってくる。Okay. これより海上要塞突破作戦の説明を行います。 So there's, yeah, those are the two things that I saw earlier.
Oh, I see. I am gonna need to check the equipments of my units again because I don't remember what they had from the last time I played the game. So the active ones that I have right now is her. I think that's fine. Odin. Yeah, it's the same. Rosetta with brown MR. I think this is a lot better. Yep. Raz, yeah, he has the strongest gun right now. Stanley and Ryan. I think it's good. Ryan's using the default. Don't I have any other better guns than that one? Yeah, it doesn't look like I have any. Yeah, just equip that one, I guess. Yeah, this is another default. Don't really have any items to throw into them, so I guess I'm just gonna put on whatever I can find. These units are like the ones that I haven't unlocked the extra episodes for yet, so I'm trying to just pick out. In the team, Laurent, yeah. Lower range, same accuracy, but higher damage. I'm guessing I'll take this one. So he'll be my main attacker for the turrets. A higher range would be better as well. Let me just equip same stuff for them. Don't think these engineers need anything special, so they'll just have the same stuff. Cry, Aladdin, Meridian Heart, Neek, Mabel. This one has 3 shots but lower everything. Riley, need to make sure that he's using an anti-armor mortar just in case that there's some kind of tanks around the area. But we also need someone in the regular anti-personnel. Let's see. 600 420, 650 420. But this one has the aim. I'm gonna choose this one. That's for Yasha. Connor is using the anti-personnel already, so that's good.
So one anti-tank, one, two anti-personals. Okay. Leader, yeah, there's Rosetta already, so that's good. Okay. So the people on this side. Rosetta, Raz is already here. I can't really put out Claude. Where is he anyway? Kai? Yeah, he's already there. Riley already here. I guess that's all of the leader. So I just need Lancers as what the game mentioned. So I need this guy here. Do I need an engineer? I feel like I do. Otherwise, I'm gonna need to make sure that the Lancers have enough ammo. I can also just bring another Lancer, but one Lancer taking multiple turns isn't really that bad. Yeah, this guy has extra shots, so there's an ammo refill. This one also has ammo refill. Yeah, they're practically all the same. Sniper already have one. I'll just bring this guy instead. In case that there's a lot of personnel type enemies. Well, if ever... モリス大尉、危険な作戦ですが、ご武運をお祈りします。If ever this doesn't work again, I can just restart the mission anyway. センチュリオンが砲撃を受ける前に、要塞砲を破壊する。みんな、行くぞ。Oh, Claude is not on his tank. よし、なんとか降下できたな。みんな無事か。How did they even land on top of that thing?思いっきりケツぶつけちまった。思ったよりみんなばらけちゃったわね。まあこのノームじゃ仕方ないけど、出鼻をくじかれてしまったな。降下作戦は実戦では初だからね。多少のトラブルは覚悟の上さ。むしろこの状況は利用できる。I wonder if I can just use Riley to hit the turrets. 互いに陽動、敵を攪乱しながら各自の判断で要塞砲を目指すんだ。 Oh wow. Okay. それにしても濃い霧だ。うまく利用して敵に気づかれないよう接近しよう。 Heavy fog.A thick, heavy fog is reducing visibility in the lower levels of fortress. Your field of vision is limited inside the fog and outside it's blocked off completely. Use the fog to stay hidden, but be careful not to stumble upon an enemy. Well, I did not expect everyone to be separated like that. I thought they were in the same area. So this is the cannon. Can I just hit?That cannon from here? I'm guessing it's not that simple, so... Oh no, Riley's just beside that trooper. That's kind of a bad thing, I guess. Can Kai even hit anything from here? I'm gonna move Raz first. So hopefully I'm able to move to the other side.So I can just take that base. Okay, she's... Atama ga gan gan suru ze. Ora 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 ora! The grenadier saw me. That doesn't matter anyway. Oh shit. Uchikata hajime!Okay, it should be good enough.
guess I'm gonna need to kill that grenadier here. So I need Rosetta to move, I guess. Yeah, that needs to disappear first. Oh, wow. Oh, that's not good. Okay, I get it now. So the reactor is only on the left side. So I need to move the lantern to the other side to hit it first. Where's the grenadier? I see. So this one needs to die first. Okay, luckily that got killed in one. There's no stairs upstairs? Okay, no stairs, no ladders. So how do I get rid of that one? There should be a way to climb back, to climb up to that position. Anyway, so yeah, sniper. Let's see. That's too far. Oh, he can see the head. Okay. There we go. I need the map. Where should I get her to? Oh, I know. I see some stairs. I see some ladder there. There's two here. Not sure if Yasha is able to reach that point. Yeah, most likely not. So I'm gonna need different unit to just get rid of these two. And also I need a scout to get here. Yeah, I need God for that. This is what I'll do first. I get to that bridge. Also, I need to climb the ladder. I see. Yeah, it goes there. Oh no! So there's a ladder there in the middle. And that's kind of confusing. So there was no point for him to climb up that one. Well, that's a wasted turn. Anyway, I need to get the lantern on the other side. First. I cannot see the target from below, so I do need to get her. I need to get him. Yep.
Conveniently, there's a wall there that prevents me from just, targeting it. Anyway, let me get rid of these two first. Wrong angle. Here we go. You're a man, Jane. So, two turns, 3-8. Order. 全力で敵戦車を攻撃してくれ。 He has 1400 anti-tank damage, so this might take two hits. 怖いものなんかないさ。 If not one. 砕いてやる。 Oh, potential also activated. I just need him to not miss, I guess. 当たれ。 Oh, there we go. Just took one hit. やったか。Okay, so that's one gone. And then all of the units in this area are kind of useless now, I guess. Yeah, God, this went way farther away. I guess Rosetta can reach that bridge in two turns. 任せて。I just didn't see this part here. 敵情を暴くわ。 Very early. 応答をお願いします。 雪中行軍ならこちらに部がある。 What the hell is that? 奥歯が震える音が聞こえるぜ。 理想だけではダメなの。よそ見しちゃダメ。魂が救われますように。さすがです。 OK, I'm expecting there's some kind of units deployed in that area, so this might be bad for her. 任せて。 Fine.Oh, it's just a scout. Okay. 当てる。 よくやった。 さすがだ。 選挙完了よ。 Okay, that's good. お見事です。 Yeah.But, there's a base here. Grenadier. So I need someone to climb up in the middle. Maybe she's good enough for this.Do I take the base, or do I just bring a Lancer with Rosetta? Like, since she's the leader, she can take one unit with her. And if only I can retreat this guy. Okay, fine, I'll take one other guy here. And I guess one Grenadier.緊急事態警報だぞ。何事だ。報告します。
連邦軍が要塞内に侵入した模様です。バカな、一体どこから。防衛部隊出撃、侵入者どもを排除せよ。 Exactly the same question I was asking a while ago. How the hell did they get in? さすがに敵も気づいたようだ。みんな反撃に注意しながら目標へ向かってくれ。How did they drop people? Well, there's another one there. Oh no, it's a trooper. Okay, he dodged. That's quite a problem.Because he will definitely die once I try to move him. I should have brought a shock trooper as well. Okay, that one didn't see me for some reason.Enemy reinforcements in that area? Okay. There's actually a lot. There's a grenadier as well. Oh. There's two scouts here. It's not really the problem. The problem is this one.Anyway, 次はどんな小説を書くか。 You cannot see the enemies from that area. 常に体を動かし続けて。 What the hell?I see, so there's a wall. Yeah, I need to see the enemies before I try to target them. See now. Wait, where's the map? 雪上線は勝手が違います。気を抜かないで。Will this even hit them? Wait, why did I see it? Okay.油断大敵だよ。 Oh wow, it actually hit. 目標撃。 Great. So I climb here in the middle. There's one more grenadier in that side. I don't think that's one, that one's gonna see me. I'm not sure.There's two assault tanks, so I need to get rid of those. Riley's pretty far away. Yeah, that'll take too many turns just to reach those tanks. よろしくね。当たらないわよ。いいかしら。お手並み拝見じゃな。リ
理想だけではダメなの。よそ見しちゃダメ。各員、状況を確認してください。これでいかが。いい攻撃だった。敵艦に照準を合わせろ。耐えないと。Oh shit! 敵情を暴くわ。 Okay, saw the two now. I need to get rid of these two. 次はどんな小説を書くか。 One more turn for you. Still can't target them. 敵軍の動きに注意をしてください。Am I not gonna hit them? Mirume ga nai yatsu ga ooi ne. Ores tai, watashi mo anata o shinjimasu.See the two. 外すわけにはいかないね。油断大敵だよ。連邦の艦がこちらに向かってるぞ。 That felt amazing. I think he can climb up now. Okay, did it reach? That's good enough. I needed to make sure that that scout won't dodge me. Okay.As long as I see. Ah, so the radiator this time is on the other side. That's quite, 次はどんな小説を書くか。It's quite annoying.You're not gonna kill me. Nerau yo. 地味な倒し方だったかな。目標の撃破確認しました。I haven't seen the unique enemy yet. 足止めされている。 I feel like there should be one in this map. I haven't seen it yet.始めるかの? Okay, let's see if I can just hit. Oh no, I need to move. 警戒が必要じゃな。どこだ?どこに行きやがった? Okay, should be good. Yeah, I need him to move one more.The base should be here, somewhere there. There should also be some kind of unit deployed in that area. I'm gonna try to shoot in the fog. Can't tell if I hit anything. But yeah, I need him to move one more. Like, I need some vision. Oh, there we go.Wow, okay.
Okay, never mind, Vel. I'm... I should be able to... hit that thing with the grenadier. Oh, no ammo. So that's gonna happen next turn. Okay, I can just spend the rest of the turns here instead, I guess. I need to save Claude. So I need the... Kai to move. いいですよ。甘いな。やりましたね。前進する。 Good. Oh no, God's dying. He's almost dead. Yes. Okay, that should keep him safe. Yeah, I haven't seen the... Oh, this Yasha. I haven't seen any unique enemies yet. Maybe it's on the other side, like the lower part of this side here. I think I'm just gonna do this for now. I'm gonna force to take this base here. Wow! Okay, that's... That is... not good. Rosetta's movement is not yet... it's not enough anymore to just... go to that side, so I can't really do that. The shock trooper might be a problem, so I'm gonna spend the last turn with Rask just to kill that one. No, crouch! There we go. Teki Yosai Ho, Kanzen ni Chimoku. Teikoku Dori, Daichi Point o Tsukashimashita. Yatte kureta ka? Nokoru Yosai Ho wa Ichimon. 頼んだぞ。ウォレスタイ。しまった。Wow. Okay. Did not expect that scout to just hit him from there. This one CP gone. Yasha's near, so there should be a problem in saving Claude. I actually might just ignore him from that position. Evacuate. Like, I need that guy to actually just do the job here. I need this Lancer to hit the target, like, right in front of him.
Oh my god! It's like in front of him! He's literally pointing the thing in front of the guy. Like, I can't believe I actually have to use Connor for this one. So it should be there. I'm quite sure I'm in the right angle. 狙うよ。There we go. Like, finally. So I need him to capture that base. Yeah, please just retreat for now. That is actually very embarrassing. Rosetta, I actually need her to move to the lower side just to check if there are any hidden units. Makasete? Like, I need to find that ace. Let's see, how exactly do I get, what do I get there? I need to move to the other side. Wait, is there even a way to get there? Oh no, there's... Yeah, there's a block here. I actually cannot reach that place. So there's really just no hidden units here, I guess. Can't even reach. Okay. Wasted turn, but I have enough. Wait. Oh no! Claude's dead! I can't use an order. Oh, well, that sucks. I retreated the Lancer on the left area just to immediately deploy it on the other side. Then I forgot Claude got removed. Okay, I'm definitely gonna need an extra turn now. I need Lauren to come out. No bullets. There's additional scouts here. This one didn't move, so... Oh no, this is a new... This is a new enemy. There's an enemy scout here somewhere. Can I see it? I can't see it. Yeah, there's one here. Okay. Yeah, I can't really do anything without Claude. I'm just gonna deploy some additional units here. For Stanley. Oh, I do need... another Lancer, I guess? Jimmy. She
actually needs to move somewhere. Because the scouts might try to hurt her. Hey, can I actually reach the other side? No. Yeah, no, this is too far. Well, I don't really have anything else to do. I'll just get it as close as possible. Yeah, this is too far, I guess. Yep. Anyway, it's a wasted turn, but that's fine. Oh, they took the base. Okay, so I won't be able to deploy troops there anymore. That's fine. I have Laurent now, so I just need to use some... Oh, I cannot use an order. Yeah, I'm just gonna do this now. Did not see any unique enemies anyway. Wait, someone attacked me? I guess it's got the lead. 50. Yeah, sadly no elites. It's okay. I could have finished this in 3 turns if only Claude did not die. どうだ。要塞砲は撃ってきません。敵海上要塞の突破に成功しました。やった。やってくれたな、クロード。期待通りの結果です、ウォレス君。 Oh, I need to move to the other side. Yoshi, we're our turn. I completely forgot about that part. So I need to escape. どうかしてる。こんな作戦無謀だ。潜入に成功したのだってまぐれじゃないか。なら、貴様はそこで腐っている。だが。 後悔だけはするな。貴様にとって何が大事か、今一度己の心に問いかけてみるがいい。皇族部隊が出撃したはずだ。援護を受けつつ要塞を脱出する。行くぞ。 God reaches it. Oh, so they respawn there. Okay. I thought that the units are just gonna stay in the same position. Okay, that's good. Exactly good to know. So how do I get there? Oh, that's a very far. Yeah, that's actually very far. Couple. Oh, this is the unique enemy. Oh, I see it now. And it's a tank. I will definitely need to get that one. So, Connor. アイディアが浮かんだぞ。私の見せ場かな? Get rid of that shock over there. 油断大敵だよ。見失ったか。次へ行こうか。サポートしよう。 Someone? Oh, there's a sniper. What the hell? Oh, there's a grenade there. Okay, okay. The
not see that. It's not visible. I need to get rid of that one as well. So it's just Claude that needs to... Yeah, it's just Claude that needs to reach here. And he's a scout, so that's not a problem. やってる。ここは俺に任せな。駆け抜けろ。そこを射程。俺を誰だと思ってやがれ。隙だらけだぜ。やりましたね。打ち方はじめ。I need to get rid of that sniper actually. I plan to just let it live.前進する。エイドするよ。いい攻撃だった。OK。各員、状況を確認してください。There's an easy way to just do this, actually. Rosetta's here, right? Yeah. みんな、よろしくね。いいかしら。援護するよ。I need the lancer too. いいかしら。援護するぜ。ここに行きなければ、デートにはたどり着けない。Like, the way around is actually pretty far. まずい。無線の調子が。Wait.Can I just destroy those boxes? No, it's not destroyable. Like, if it is, it has to. It should have some kind of HP. Wait, I forgot the map. So, where do I go from here?That one's close, so I need to go up. There's a trooper.No, the trooper shouldn't be a problem. It's too far away from us. Huh? よかった。味方がやられました。 Okay, that's as far as he can go. Wait, can't I just... Yeah, I didn't need to...Go this way, I can just go to that side. Okay, that's kind of dumb. I need to get rid of those two. There's another sniper elite here. Not really a problem. Can Connor reach that part? Is the question. Can use a different unit, I guess, but this one's a lot closer.次はどんな小説を書くか。私の見せ場かな。As long as I have vision. 敵艦に照準を合わせろ。You should reach. 命を粗末にしないでください。There we go.Make sure that it hits the middle. 油断大敵だよ。 Nice. ネタを集めなければ。 Extra action. Wow, that's very big. 目標撃破。 He has no AP though, so literally nothing to do. 応答。 Oh.油断大敵だよ。Wow.
Okay. That helps. 地味な倒し方だったかな。目標。行動を開始する。There will definitely be some units here. I did see a sniper beforehand, but that shouldn't be a problem. Wait, what the hell is that? Oh, it's the one behind. Okay.I need the Lancer. Or maybe Riley should be good enough. Yeah, I think she should be good enough for this one. Oh, not that one.Can she reach that one? Oh, she's gonna hit the boxes. I brought the Lancer with the scouts because I thought I'm gonna need it, but if I can just hit this, I guess, in the back?I saw the one.Yeah, to kill one to kill. Attaque! Didn't hit. Yeah, this is kind of hard. The angle's just too far. I'm gonna use an order here. Order!落ち着いて狙うんだ。 I should have done this first, but I was already using. 行くわよ。 Okay, one more. I saw it. There it is. 食らいなさい。Demolition boost is too sleepy, so I can't use it. Okay, fine. I'm gonna take one more turn. Sadly, it's not enough to kill it yet. Saw it. Attaque! Yep, didn't kill.That's fine. I do have my Lancer here. 任せろ。 It doesn't need to hit in a very precise way. I just need. 見つけた。 To ensure that he can shoot. 敵艦に照準を合わせろ。Different angle, perhaps? 見つけた。 くらえ。 That's a miss. That was pretty close. Well, this is kind of bad because I need Claw to move further.Okay, fine. Take one more. Hey, come on. It's just there.
Okay, it's good. よくやった。当たるものか。逃がさない。No, I still need the Lancer. Because... Yeah, I completely forgot about the... unique unit. Oh, I have my tanks here, actually. Oh no. Wow. Okay, at least it didn't kill my APC. Kind of annoying. So here's the guy. I need this dead. Order! 落ち着いて狙うんだ! I think Claude can just reach the goal by himself, so there's no problem. Order! 全力で敵戦車を攻撃してくれ! But this one, I really need that tank to die. 私に任せて! Like, this mission is so long. Ah, thank you. Mission, please. Okay, I see them now. Okay. This tank can easily be removed by my own tank.That's no problem. This one, I guess, is the main issue right now. Can Connor hit him? No, that's a scout.This one. 油断大敵だよ。 Oh, it didn't die. That's good enough, I guess. Oh, there's two of them? Oh, they were both together. Okay. This is out of ammo again. では、始めよう。Good thing I saw the other one. If I charge in with Claude there immediately, he would have died. Okay, they're kind of separated. I kind of want to hit them both. Okay, good. Tamas are still there.Okay, now I just need to spend all of my turns using this guy. Yeah,
奴らは雪に慣れていないようだな。狙われています。逃がさない。いいぞ、その調子だ。 Okay, before I move a second time with him, I'm gonna need to use my tank.出番だな。 Just to get rid of that one. 狙われてます。そこにいるのは分かってるんだ。出てこい。はあ。ナイス。なるほど。狙われています。Stay there. Okay. 僕ならやれる。 Now I can just move here without any issues. そこを避けないか。こっちだ。よし。目標撃破。Minerva's just lying down in that position. Ace, here! Here! Good. I'll ask you for treatment. Nice! If you get here, you'll be fine, right? Hey!クロードどこだ。え、あ、いたぞ。あそ、無事か、クロード。ここは僕が抑える。早くセンチュリオンに行け。何やってんだあいつ。待ってろ、今助けに行く。来るな、狙撃兵がいる。狙い撃ちされるぞ。そんなここまで来てどうすれば。僕に任せてください。あれはハーフェンゴさあ先輩、今のうちに乗り込んでください。ああ助かったよマイルズ。すみません先輩。何がない。僕はギリギリまで決断できませんでした。ウィクトル中尉に諭されるまで、大事なものを心に問えと言われるまで、僕は何が大切か分かっていなかったんです。いいさ、こうして来てくれた。大事なものはもう見つかったんだろう。はい、僕もやり遂げます。先輩たちと仲間たちと一緒に最後まで戦って、そんな自分を誇ってみせます。ああ、必ず僕たちでやり遂げよう。 And if this is gonna be B rank, okay, it's A, it's good. I wasn't really thinking of rerunning that mission. New squad story.先ほどは見事な活躍でした。司令部からの報奨をお受け取りください。おー、ナイス。 Okay, let me just check the new stuff that I got. I think it's for the tanks.It's not this. Firing calculator, is this the one? Can't really tell. It's new.Yeah, that should be it. So, just post the name.
kind of sucks. Can I level up my units now? Minasan. Okay, nope, not yet. It's still level 20. Yatta! Yariyagatta! Centurion no eiyu ni! Sugoi moriyagari da na. Ano sakusen o tatete, seikou saseta no wa anata yo, Claude.もう少し胸を張れば。いや、そうだね。この作戦の成功を誇りに思う。勝利はいずれも素晴らしいが、これは特別な勝利だな。クロードの戦略の確かさと艦長の迷いない指揮、その全てが噛み合った。皆がこの勝利の価値を感じている。今回ばかりは認めざるを得ませんな。カイ、クロード、お前が出なければ収拾はつかんぞ。僕が？作戦開始前、あれだけの大演説をしたんだ。できないとは言わせない。わかった。みんな聞いてくれ。正直に言おう、僕は迷っていた。本当に進むべきなのかと。これから先もこの艦の進む先には父だけが続く。これまでと同じように数多の戦友を失い、あるいは自らの命を失うだろう。怖い、逃げたい、引き返したい。だけどここにいる誰もその道を選ばなかった。故郷に残してきた家族、散っていった仲間の思いを背負っているからだ。僕は艦長の決断を信じる。艦長を信じた僕の決断を信じる。あとはその決断が求めた結果となるよう最善を尽くすだけだ。成し遂げたいという強い意志を持って。これは誰かがやらなければならない戦いだ。僕たちが進まなければ戦争は終わらない。恋人が、友達が、子供たちが次々と戦地に送られて傷つき死んでいく。誰かが成し遂げるまでその悲劇が続くことを僕たちは知っている。なら僕たちがその誰かになろう。この死んでいった誰かの思いに報いるために、次の誰かを生まないために、成し遂げて胸を張って故郷へ帰ろう。どんな勲章にも勝る誇りを胸に帰ろう。ここにいるみんなでやり遂げよう、このとてつもない作戦を。うわー！なんだなんだ、弱虫クロード復活か。違う。マイルズ、分かってるわね。はい、もちろん。フィルムはバッチリ、いつでも OK です。よーし、野郎ども集まれ。未来の英雄様と記念撮影だ。ちょっとみんな落ち着いて。見てよカイ、あのクロードの顔。カイ、あいつ
兵士たちの士気は回復、結束力も高まったようです。皆が気持ちを一つにするためには目に見えるものが必要でした。人が信じるもの、それはいつも言葉ではなく行動です。この目の覚めるような勝利は作戦を遂行する大きな推進力となるでしょう。艦の抱える根本的な問題が解決したわけではありませんが、ひとまずは十分な戦果です。ウォレス君が見事に私の期待に応えてくれました。おい待てよ、お前ここんとこずっと変だぞ。話せ。何があったか俺に話して。逃げねえなら話してやるよ。なあどうしちまったんだ。放っておいてくれ。なわけにいくかよ。これは私の問題だ。ラズには関係ないだろう。関係ある。なぜ。だってお前は俺の大事なダチだろう。友達ね。だったら教えてやる、本当の私がどんな人間か。これはお前まさか。私はみんなを裏切った。クロードもレイリーもお前もみんな知ってるだろう。昔から私は兄さんには逆らえない。兄さんの言いなりで求められるままに私は。リナ。でももう限界だ。私にはできない。兄さんに従い続けることも、みんなを裏切り続けることも。やめろ。うるせえ。黙って抱かれてろ。いいかよく聞け。お前が何をしたのか俺は聞かねえ。知ったこっちゃねえ。お前は裏切り者なんかじゃないし、もしもそうだったとしても関係ねえ。だってそうだろうがよ。こっちとらガキの頃からお前のこと好きなんだからな。 Wow, this guy.But you know, 心惚れた女の一度の過ちくらい飲み込めなくて何が男だ。 Considering everything, he could be court-martialed with what she's done so far. 辛かったんだろ。後悔してんだろ。もう二度と同じことはしねえんだろ。なら今ここで全部忘れちまえ。何黙ってりゃ分かんねえ。吐き出したくなったら俺に吐き出せ。クロードやレイリーは鈍いからな。大丈夫だ。いざとなりゃ俺が全部引き受ける。だから俺にその もっと頼れ。相手が帝国だろうが連邦だろうが海だろうが命がけで守ってやるからよ。おい、一世一代の告白なんだぞ。うんとかすんとかなんか。帰ろう。あ、
なんだって？バカ野郎、声が大きい。機密事項を大声で叫ぶような奴には頼ろうにも頼れないな。だけど少し吹っ切れた。ありがとう。うん、あ、もうちょっとだけ待ってて。くそ、とうとうだ。とうとう言っちまったよ。Oh, yeah. ドクター、さっきマリーから連絡が。あの子目が覚めたって本当？ I don't think this is a thing that you can just brush off in the military. Like, once they find out you're a spy, I feel like you're supposed to get shot there immediately. ああ、今簡単な問診をしているところだ。だが、どうやら少し記憶障害が出ているらしい。それで、君の名前は？アンジェリコ。アンジェ、ね。名前以外のことは思い出せる？見たところ、帝国の子じゃないようだけど。名前以外何もわからないんじゃ、紹介もかけられないわね。思い出せなくてごめんなさい。いいのよ、ゆっくり思い出してくれれば。どこかの町に降ろしてあげたいが、完全に敵勢力下にあるこの状況では難しい。一時的な記憶喪失だろうから、しばらくはここで経過を見るしかないな。お願いできますか、ドクター。任せたまえ。これでも元は小児科医だ。ではレイリー、行こう。うん、またね、アンジェ。ねえ、あの子一人ぼっちなのよね、レイリードクター、この子体調は問題ないんですよね？ああ、記憶障害以外は極めて健康だ。だったらレイリー、館内を案内してあげたら？いいの？秘密区域にさえ入らなければ問題ないだろう。寝たきりだったから少し体を動かした方がいい。ありがとう、ドクター。アンジェ、お姉さんと一緒にお散歩する？留守にしていてすまなかった。研究所から呼び出されてしまってね。さっき報告を受けたよ。クレバスの底から2番艦を見つけたんだって。はい。よくやった、お手柄だったぞ。ありがとうございます。だがその後がいけないな。すぐに報告し、攻撃せず追跡だけしていれば逃げられることはなかった。私が教えた通りにね。はい。私はね、二度とこんなことが起きてほしくない。なぜって、お前たち二人を愛しているからね。そうとも、とても愛しているんだ。わかるね？では、調整を始めようか。はい、ありがとうございます。何？
お前たちを思えばこそだ。これで全てうまくいくようになる。きっとだ。もう二度と失敗しない。談笑。In this story, you can go to the next page without reading the scenes. Okay. Now I'm gonna read it, I guess. Oh, there's a lot of new stuff. Okay, before those, what's the new squad story? Okay, this one. Okay, see it now. Just one?Yeah, I kind of remember the other one still. Yeah, it should be it. Extra story, no new stuff, I guess. Okay, let's check headquarters. Training? Nope. Mess hall. Miles, retire の修理はうまくいってるかい？ええ、なんとか。ですが。すみません。僕がもう少しうまく回避できてたら。君のせいじゃないよ、マイルズ。戦車は車体が大きい分、砲撃の的にされやすい。ここまでハーフェン号が大破せずに来たのも、君の操縦技術のおかげだと、みんなわかってるよ。だけど、敵弾砲を受けて動けなくなるなんて、僕は情けないです。同じ状況でも、ダンさんの装甲車はきちんと回避できてました。やっぱり僕ももっと操縦技術を上げて臨機応変な回避行動を。おいおい、バカなことを言うんじゃねえよ。ダンさん、戦車と装甲車の機動力を比べりゃ装甲車に分があるに決まってる。お前の操縦技術はピカイチだ。磨くなら腕じゃなくて足の方にしろ。腕じゃなくて足？そうか、アクセル、ブレーキ、クラッチですね。お前の足じゃねえ、戦車の足だ。戦車の足、そうか。離体を強化すれば攻撃を受けても機動力は失われない。そういうことだ。俺も元は戦車乗りだ。他にも力になれることがあるかもしれねえな。 That might actually be useful because there are some grenadiers, anti-tank mounts that when it hits your tank it actually justremoves the entire AP. It's very good. There's another line of stuff. One thing I hate about upgrading these is that it automatically changes the equipment that your units have, which are not using non-standard equipment. So this is kind of a pain in the ass.
Oh, it's a new part. Don't think I need it. AP plus 30. That's a good one. Oh, there you go. AP plus 30 as well. The question is, do I have enough space for it? No. Yeah, this is gonna be very useful. I need space. This is plus AP as well. This is plus HP. There surely should be some kind of way to fix this. There we go. So I lost a few hundred HP, I guess. That shouldn't be a lot. Like, it matters so much that there's additional AP. Let's see. Wow, plus 3 capacity. No, I don't really need that much in all honesty, so this is good. It should be good. Okay, it should be good enough for now. あるレンチを取ってくれる？十二あった、これだ。ありがとう。ね、退屈だったら食堂に行っていいのよ。誰かが遊んでくれるわ。っていうか取り合いよね。みんな興味津々だもの。あなたきっとじきにみんなのアイドルになるわよ。アイドル？可愛くて人気者ってこと。そんなことないよ。レイリーの方がずっと可愛くて人気者。もうそういうところが可愛いって言ってるの。いつまでもここにいてほしいけど、そうも言ってられないわよね。私やっぱり船を降りなくちゃいけないの？そりゃいつかはね。この間は最前線を行くんだもの。このままじゃ一般人のアンジェを激戦地に連れて行くことになっちゃうわ。詳しい処遇は艦長が決めるだろうけど、補給のタイミングでどこかの町に降ろすか。一番いいのはもちろんアンジェの記憶が戻ること。私の記憶思い出すの怖い？はあ、分かる。記憶って楽しいことばかりじゃないもの。だけど大切な人たちとの思い出をなくしたままなのはかわいそうだわ。大切な人たち、家族とか友達とか、まさか恋人がいたかしら？かわいい。さ
作業を続けましょう。次はラグナリン混合機の動作が不安定なのよね。どこかのパーツが傷んでるんだろうけど、一旦稼働を止めてテストするしかないか。5番のバルブじゃないかな。え？負荷がかかって痛いって。本当だ、傷んでるのは5番バルブ。アンジェ、あなたすごい感してるわね。The girl has superpowers. どうしてわかったのかしら。負荷テストしなきゃわからないような不具合を。レイリー、アンジェは一緒じゃないのかい。検診の時間よ。医務室にいるわ。そうか、ならちょうどよかった。彼女の処遇が決まったんだ。あ、そっか、もう決まっちゃったんだ。もいや、レイリー、違うんだ。アンジェはこの間を降りない。え？当面はこのまま君のそばに置いて世話してほしいということだ。でもそれじゃ、アンジェが戦闘に巻き込まれることに。この間はすでに敵地深くへ入っている。それに加えてこの気候だ。 Yeah, where the hell are they gonna drop her anyway? So, she's like a child, maybe less than 10 years old. If you're gonna just leave her alone in a place she's not familiar with, then how the hell is she gonna survive?安全な受け入れ先もないまま艦を下ろす方が危険だという判断なんだろう。だけど艦長、妙に煮え切らない態度だった。何か別の思案をしているような。どういうこと。ごめん、僕には聞き出せなかった。とにかく彼女の安全には極力配慮して。わかってる。あの子が記憶を取り戻して故郷に帰るまで私が責任を持って守るんだから。そうと決まれば早速アンジェに報告に行かなくちゃ。あ、待ってレイリー、まだ聞きたいことが。やれやれ、すっかり夢中だな。素晴らしい、アンジェ。見事な働きぶりだったよ。ドクター、アンジェは。お姉ちゃん。アンジェ、あなた、この匂い、血じゃない。どうしたの？もしかして怪我でもしたんじゃ。心配無用だよ、レイリー。アンジェはどこにも怪我なんてしてない。さっきここに銃の暴発で怪我をした兵士が運ばれてきてね。He shot himself in the foot. What? 緊急事態だが人手が足りず、アンジェに手術の手伝いを頼んだんだよ。私、助手したの。あなたが助手？すごいじゃない。さすがに血は怖いようだったが、落ち着いていて冷静だった。その子は天使だよ。血まみれの俺の手を握ってにっこり笑ってくれたんだ。おかげでろくに麻酔も打ってくれねえヤブ医者の手術にも耐えられた。お褒めの言葉どうもありがとう。お礼にとびっきりしみる消毒薬を使ってあげよう。あー、鬼悪魔。セルジオさん、ダメだよ。冗談だよ、アンジェ。消毒は君がしてやってくれ。その方が傷口も痛まないらしい。はい。どうやら小さなナースが誕生したみたいだね。アンジェ。
失礼。アンジェはいるかい？アンジェなら医務室よ。何か用？ジャガイモの皮むきを手伝ってほしくてね。帰ってきたら伝えてくれ。わかった、伝えておく。よう、アンジェ。ってレイリーだけかよ。アンジェなら食堂を手伝ってるわ。いやさ、洗濯物を干すんだけど一緒にやっちゃもらえないかなって、伝えておく。アンジェ、缶詰のドロップが手に入ったぞ。なんだ、レイリー一人だったのか。仕方ない、待たせてもらう。出て行け。もうみんなしてアンジェアンジェって。私だってアンジェと遊びたいのに全然帰ってこないじゃない。アンジェ、お姉ちゃん、ごめん、入って。今日もたくさん遊んだよ。まったく、もうみんな好き勝手に引っ張り回すんだから。いいいい、アンジェ、嫌だったらお手伝いなんて断っていいのよ。私嫌じゃないよ。だけど私にはわかるわ。すごく疲れてるでしょ。あなたの体は本調子じゃないんだから、無茶しちゃダメ。心配させてごめんなさい。でも、え？でも私全部忘れちゃって、少しでもみんなとの思い出作りたいの。ハンジュ、大丈夫だよ、私元気だもん。みんなお手伝いのご褒美だっていろんな食べ物分けてくれるの。食べきれないくらい食べて、ほわそのせいかな、なんだか眠くて。疲れてるように見えるのはそのせいかな。はーい。あ、歯磨きは忘れずにね。お、思い出か。思い出を作るだ？そう、アンジェに楽しい思い出を作ってあげるのよ。あの子の記憶が戻っても私たちのこと覚えていてくれるようにね。記憶が戻ってもか。なぜだかあの子、何かに追い立てられているようなところがある。確かにそうかもしれない。いつもあちこち走り回って、この前は機関室でアンドレを手伝ってたよ。驚くくらい筋がいいって。そうなのよ、あの子ナース以上に機関士の才能があるみたい。賢い子だよ、いつ見ても一生懸命だし。そこがみんなに可愛がられるゆえんなんだろうな。きっと記憶がないから不安なのよ。体を動かして考えないようにしてるの。だからね。まあ思い出作りくらいなら協力するなよ。一体何するつもりだ？聞いて驚きなさい。寒い。なんだって夏のお祭りをこんな真冬に。グズグズ言わない、もっと雰囲気出してよね。ほら来たぞ。あの食堂に来てってメモを見たんだけど。精霊節おめでとう、アンジェ。
Happy Feast of All Spirits? Is that like Christmas? 精霊節はガリアに住んでる妖精や精霊たちが愛を交わす日とされているの。それにちなんで私たち人間も大切な人に心を込めた贈り物をするのよ。へえ。あ、でも私何も用意してないよ。いいのいいの、楽しんでくれればそれで。はい、それじゃあまずはラズからね。ああ、俺は上物だぜ。アインヘムトで手に入れた一番うまいベーコンだ。これ、良くない匂いが。え？アインヘムトって、一体何ヶ月前よ。残念だったな。ジャーキーなら日持ちはしたかもしれんが。っていうか、女の子への贈り物にベーコンって。あの、でも嬉しいよ。ありがとう、ラズ。あ、はい、次、カイの番よ。私はこれだ。これは、ライフル弾よね。ちょっと物騒すぎない？これは私が作った特別製。中に入っているのは腹痛に効く内服薬だ。これさえあればたとえ腐ったベーコンを食べ腹痛を起こしても。はい、次クロード、どうぞ。僕はごめん、急だったからこんなものしか用意できなくて。管制室で使う海軍特製のレターセットなんだ。うわぁ、かわいい。文字を書くことは脳の刺激にもなる。記憶を取り戻すきっかけになるかもしれない。ふーん、グロードにしちゃ気が利いてるわね。それじゃ最後は私の番。なんだよ、もったいつけて。それお前に支給された上着じゃねえか。そうだけど、こっちはちゃんとアンジェに合わせてアレンジしてるんだから。ほらアンジェ、着てみて。あったかい。まだちょっぴり大きいけど。ありがとう、レイリー、タスも、カイも、クロードも。この間のみんなに、私出会えてよかった。絶対に忘れないよ。何があっても。みんながくれたもの、贈り物と思い出とずっと一緒だよ。よかった、思い出作りは成功かな。いや、大成功だ。違いね。Well, everything look all fun and smiles. There's something with that child character, it kind of puts me off. I'm gonna save for now. Like, based on my experience on Valkyria Chronicles games, there should be one character. Oh, there we go. I actually got spoiled by the thumbnail in the save file. Like, yeah, he's definitely related to Valkyria of some sort. So, yeah. Anyway, I think it should be it for today's Valkyria Chronicles 4 stream. Well, we're gonna see more in the future. For now, I'm gonna say goodbye. Thanks for those who dropped by. I'm gonna head out. And yep, next time you see me will be tomorrow for my daily Mahjong stream. So yeah, head out now. Bye.